サンリオキャラクター大賞の話をしていきたいと思うんですけど、あのうさはながね24位だったっていうことで、おめでとう、イエーイ。ということで去年の26位からねランクアップで24位で、うさはなねここ最近ランクアップしてるので嬉しい限りでございます。私はそう、あーちょっと待って、なんかねすごいスマホが斜めって見えるんだよね、気のせいかもしれないけどね。そう、はい、まあ私はねそうサンリオキャラクター大賞はちょっと見れなかったんですけど、配信はそう、そう見れなかったんですけど、そうなんですよ、まあ日曜おとついに言った通りではあるんですけどね、合間にちょっと見たんだけどね、そうちょっと休憩時間があったから合間にちょっと見たんだけど本当にちょっとでした、もう 2,3 分ぐらいしか見れなかった。そう、なんかあれだよね、去年も1位シナモン、2位プリン、3位ポチャッコっていうね、去年も同じ順位だったよね。でそう、あと気になったのがダニエルが結構低いなって思って、ダニエル毎年ねあのうさはなの後ろにいるんですね、だからダニエル今年25位だったんですけど、そうダニエルがなんか毎年ちょっと低いんじゃないって思うんだよね、気のせいかな。そうなんかダニエルはなんて言うんだろう、もっとね人気あると思うんだけどね、やっぱでもその難しい、結構そのピューロランド行ってる方とかは結構ダニエル好きなイメージがあるんですけど、私のこれはマジでイメージです。でもそれやっぱそのまあピューロランドには行かないけど、やっぱ、まあ、サンリオって本当好きにもいろいろあるからね、すごいなんかもう本当に好きみたいなグッズも全部集めてますっていう方もいれば、なんかサンリオの中だったらこの子好きなのかなみたいな感じ、そうっていうのもあって、でも多分そういう層がめちゃめちゃ多いのかな上位3人はって思ってる。そうなんですよね、マイメロとクロミどっちが好き、なんかどっちの方が好きとかないね、うん、どっちも好きだね。そうなんかねマロンクリームもなんかめっちゃ低い気がする、あとチャーミーキティもね、そのやっぱチャーミーキティとかあとマロンクリームはちょっとあれだけど、シュガバニとかって大体私の年代が小さい頃にグッズとかいっぱいあったっていうところなんで、ちょっと一瞬ごめんね、あ雲かびっくりしたなんかね天井になんか黒いのあるなって思って見たら雲でした、びっくりした。もう壁にも折れるってすごいなマジで、うん雲いたそう、
そう、シュガバニとか最近グッズ全然ないよね。そう、なんかやっぱ私が小学生の頃とかはなんか、まあ、筆箱だったりとか、ハッピーセットのグッズだったりもしたし、そう、あのね、文房具あったかちょっと微妙だけど、めっちゃグッズあったんですよ、それこそ。でもね、全然ないよ、もう。そう、そんなも同じ。その時はね、筆箱だったりとか文房具とかも出てたんだけどね、メガネかけてみて、もうかけません。私あんまね、自分のメガネ姿好きじゃないんで。そう、雲は別に怖くないです。なんか危害加えられたりとかっていうことないからね。雲はジュエルペットの順位にびっくり。何位だったっけ。でもジュエルペットもさ、めっちゃ人気のイメージあって、私もおもちゃ買ったもん、ジュエルペットが出始めた頃。ルビーとサファイアだけ持ってる、あれ合ってる名前普通に呼んだけど合ってるかな。そう、クモに動揺しないタコが好き。まあね、あんまり大きいとちょっとびっくりはするけどね。そう、ちっちゃかったら別にね、大丈夫。バツ丸が14位でよかった。ああ、バツ丸14位なの。そっか、いいね、いいねっつって。そう、コリミョンが10位っていうのがびっくりだよね。びっくりというか、最近コリミョンめっちゃ人気だよね。そう、すごいなみたいな。サインこの前来た。あ、ありがとうございます、嬉しい、イエーイ。そう、でもなんかね、結構外国の投票とかも見てたら、割とねアグレッシブレツコの人気が高いんだよね、総合的に見たら。そう、総合的に。あとね、香港だったかな、香港はめっちゃペックル人気なんだよ。去年もね、ペックル香港1位だったんですよね、確か。香港じゃなかったかもしれないけどね、ワンちゃん。そう、そう、アグレッシブレツコめっちゃ人気なんですよ、外国で。そう、ね、なんか刺さるものがあるのかな、めっちゃそれが気になるそうなの、それがめっちゃ気になる。そうだね、でも多分さ、日本の人ってアグレッシブレツコ知ってる子そんなにいないと思うんだよねっていう私のイメージがあるんだけど、その海外、あ、間違えた、ダメだ、言っちゃった、外国、間違えた、ごめんなさい、本当にもう言い間違えちゃった、ごめんね、本当に。外国の方はね、あのには人気っていうのがね、あるよね。でもサンリオってめちゃめちゃキャラいるからね。そう、多いよ。あの、だってサンリオキャラクター大賞にエントリーしてる子だけじゃないんだもん、サンリオキャラクターって。そう、もっといっぱいいるもん。
ていうか改めて結果見てみよう。もっといるよ、エントリーしてない子だって多分いると思いますよ。うん、マジでいっぱいいるよ。商売ロックってコスプレのイメージ。そうなんでも商売ロックめっちゃ人気だよね。そう私もね見たことはないんだけどさ、そうめっちゃ人気のイメージある。あオンラインショップ投票だとマイメロ3位なんだ。なんでオンラインショップ投票にしてんやろ、間違えたわ。これだね。いやシナモン1位ってすげえな。シナモンって私とほぼ同い年だからさ、なんか勝手に親近感感じてる。そう親近感が湧きます。ん？はい。そうほぼ同い年、多分シナモンが1歳年下ぐらいの。そうでもマイメロ要因で黒みが多いっていうのもなすごいよな。でもそうウサハナがどんどんね順位を上げてるのがめっちゃ嬉しい。でもジュエルペット33位なの。なんか私が小さい時にさほんと流行った子たちがなんかそんなに上にいないのがちょっと悲しいんだよね。シナモンは例外なんですけど。そうそれこそルロロマニックとか、まあ、ウサハナもそうなんですけど、チャンミーキティとかシュガーバニーズとかも、うーんなんかねなんとも言えない、マシュマロみたいなふわふわにゃんことかもね。そうなんだよ。そういえばさ、だってさこのエントリーしてないキャラで例えばねシナモンのお友達もシナモンフレンズもいますよ。そうシナモンフレンズもいるもん。モカちゃんとミルクとカプチーノとエスプレッソとシフォンちゃんでまたプラスであずきちゃんもいるし、多分まだちょっと私の知らない子も確かいたと思うんだけど、そうほんとね。いやミルクマジで可愛いからね、私ミルク大好きなんですよ。大好きっていうか本当に好き。そうシナモンの、いやマジで可愛いのミルクが、赤ちゃんなんだけどめっちゃ可愛いよ。そうそうエントリーしてるのは80人だけどもういっぱいいるもん、サンリオキャラクターは。ほんともう80だけじゃない、いっぱいいるよ。もうそれこそほんと AKB の人数よ。そうキャラクター一覧とか見てみて、もうねめっちゃいるから。でもさ私がね持ってるいつも名前忘れるんやけどポーチ持ってるんですけど、その子はもうだってキャラクター一覧にも載ってないんだもん。そう調べてもあんまり出てこなくて、うん、うわいつもね名前忘れる、誰だっけあの子たち名前。あポップンベリーか、ポップンベリーね結構好きなんだよね。そう2000年代前半に生まれた子たちってなかなかねなんかあんまりすごいたくさん知られてるわけじゃないんだよね。そう絶対ねそれぞれ自分の好きなキャラが見つかると思うんですよ。
たくさんいるんだもん、ほんとマジでいっぱいいる。え、星のワグマ、星のワグマじゃねえな、星のワグマ、星のワグマめっちゃ可愛いじゃん。嘘でしょ、2001年生まれ。やっぱそっか。え、そう、本当にいっぱいいるんだよ。そう、ちょ、名前がいつもね思い出せないから調べよう。調べてもそんな出てこないんだけど。やっぱそうだね。あ、ブランチ&ランチで会ってたっていう、まあ、ブランチくんとランチちゃんっていうね子がいるんですけど、ワンワンなんだけど、ワンワンってか犬なんだけど、ワンちゃんなんだけど、めっちゃ可愛いのその子も。ヒーナに見せたら、え、推し変しちゃうかもみたいに言うとった。そう、え、めっちゃ可愛いんだよ。でもね、なんかキャラクター一覧にも載ってないの。でもなんかね、その子たち、なんか私が持ってるポーチもなんかあのクレーンゲーム限定みたいな感じだったのね。そう、だから全然グッズとかないんだよね。そういう子たちがいっぱいいるんですよ。多分ね、私が知らないだけでマジでいっぱいいるけど、星のワグマが可愛い。そう、めっちゃ可愛い。そう、シナモンも2001年生まれとかなんだよ。ちょ、忘れたけど。そう、でもそれでさ、こういうさ、なんだろう、キャラクター大賞でさ、もうたくさん1位を取ってるってすごくない？マジですごいと思うんだよね。そう、めっちゃいるよ。もしね、なんかいろいろ、まあサンリオのねサイトとか見たらいっぱいいるんですけど、あのなんかウィシミメルちゃんのサンリオのキャラクターの覚え歌があるんで、なんかそれを見てみるのもありです。曲です。そう、怪盗ロッパップ可愛いな。うわ、めっちゃ最近じゃん、2013年。はあはあ、出ちゃった。え、いっぱいいるよ。私もう全然知らない子いるもん。そう、あ、シナモンエンジェル、シナモンエンジェル、今スって書いてなかった。シナモンエンジェルスなんや、ズじゃないんや。そう、あ、やっぱあずきちゃんだよね。そう、シナモンエンジェル、シナモンんじゃない、シナモンエンジェルスや、シナモや、シナモンエンジェルス。そう、これはさっきシナモンのさ、あ、シナモンフレーズ言ったじゃん。それのモカちゃん、シフォンちゃん、あずきちゃんの3人組なんですよ。私レターセット持ってるよ。そうレターセット持ってるよっていうドヤ顔だけしとくわ。そう、シナモンが、そう、2001年生まれなのよ。そう、右でさ、スクロールしたらめっちゃね、あ、スクロールしてるなって思われる。スモールピープルも可愛い。ちょ、今はね、サンリオキャラクターを調べてます。そう、ほんと知らないだけでね、めっちゃいる。一応テロップ今これにしとくね。そう、みんなも好きなチュッピーズ可愛い。え、チャーミーキティめっちゃ可愛いんだよね。ほんといろいろいますよ。ほんとね、もう私が知らないだけでマジでいっぱいいる。ほんとに。そう、今ね、サンリオキャラクターの
ハリョウの子たちを見てます。ボサニマールかわいいな。やっぱポップンベリーめっちゃかわいいと思うんだよね。今マリョウでヤリョウでラリョウです。あ、え？あ、そういうことね。誕生月なんだ。そっか、ルルラマニックのベリーは誕生日なんだ。どっちだ？どっちだ？で、どっちだってなっちゃった。多分こっちの方だよね、おそらく。そっか、ルルラマニックはルルラマニックしか知らなかったからな。え、そう、公式のホームページに載ってる。あ、最近リトルフォレストフェローを知ってうっかり目移りしてしまいそう。そうだよね、可愛いよね、あの子も。多分ウソ花のお友達とかだったよね。え、可愛いよね。私もね、あの去年とか知ったんですよ。めっちゃ可愛いじゃんみたいな。そうそう、あ、そう、メロディーのハトコだ、ハトコ。え、誕生日メロディーによると1月18日。メロディーは1月18日だと思っていたけど本当は6月18日。何その設定あ、メロディーが教えてくれたプロフィールなんだ。どこまで合ってるのかな、あんま信用されてないどういうこと。え、でもそう、ルロロマニックマジで可愛いんだよね。そう、ルロロマニックも、ま、シナモンの、ま、仲間とかではないけども、ちょっとライバル的存在です。でもそうだよ、やっぱベリーがこの子でチェリーがこの子。え、エスプレッソのこと気になってんの？初耳なんだけど。初耳なんだけど。え、そう、ポップンベリー本当に可愛いよ。フレッシュパンチはね、すごいたまにグッズとかも出てるんだよね。でも可愛いよね。そう、え、ポップンベリー可愛いよ。そう、めっちゃ押すやん。でもちょっと絵の感じがちょっとね、前と変わった気がするんだよねってお姉ちゃんが言ってて。そう、ポップンベリーも超可愛いんだよ。そうだから本当にね、もう知らないだけでね、サンリオキャラクターマジたくさんいるから。そう、めっちゃね、いいんだよ。そう、確かに生まれた順で見れるのもいいね。私も今それで今見始めた。そう、皆さんが生まれた年にのキャラクターとかね、あの、見てみるのもありですね。すごい、ちなみに同い年の子は誰だい？あ、ダニエル一個年上なんだ。チョコパンダ、ネムコニャーゴ、ヘイスケ、ロボワン。初めてみんな知った。初めまして。そう、2001年にウソハナシナもいるんだよね。さっきの星のワグマもいる。そう、2000年前半あたりとかもね、全然なんかね、みんな可愛い子いっぱいいるのに。そう、黒火2005年か。でもそっか、2020年で、あの、お願いマイメロディ放送15周年だったからそんなもんか。そう、ちょっと前、1990年代後半とかだと、え、プリン意外と近い年。あ、でもコロコロクリリンもそうだし、まあ新幹線とかダニエルもそうだよね。で、前半になるとバツマルとかモン吉とかもいるし。あ、パタパタペッピーこのぐらいなんだ。あ、ダイナソーズ、ダイナソアーズなんだ。君たちそういう風に言うんだね。
なるほどね。小豚のピッポ可愛いな。そう、まあそういう感じで、マジで本当にいっぱいいるサンリオキャラクターは。そう、そっか、ダニエル1歳年上なんだ私の。そんな感じです。みんなもね、ぜひ自分の好きなサンリオキャラクターを見つけましょう。はい、何の話しよう。なんかね、たまに受注生産とかでね、なんかグッズ作ってほしいなって思ってる。だからその去年のサンリオキャラクター大賞の時にパニカム東京さんでなんか受注生産で T シャツだったりとかっていうのが作れたんで、そのサンリオキャラクター大賞にエントリーしたキャラクターの全員のもうデザインを考えて、まあ、T シャツとかハンカチとかが売られてたんですけど、それがめっちゃ良かったからさ、もうそういうのね、いろいろやってほしいなっていつも思ってる。そうですね。はい。めっちゃ黙ってる時間がねできますけど、そろそろね、美容室行って前髪だけじゃないな、髪をね、そろそろつきたいです。毎日行ってる、それ。ちょっとお水飲む、喉渇いた。キロッピのグッズはなんか指人形だけランダムで引いたやつは持ってるって感じかね。そう、でもグッズとして多いのはキキララ、ウサハナ、まあキティちゃん、シナモン、まあそんなには持ってないか、でもそこら辺かな。そうですね、まあね、そうキャラクサンリオキャラクターもね、まあ、好きなキャラはウサハナだけど、 いろんなねキャラのグッズはなんかすごい可愛いなって思ったら買ってるかな。そう、
ね。でもね、なんかエイトはポチャッコとケロッピーが好きな子が多いイメージがある。で AKB で見るとコディミュン好きな人が多い気がする、私のあれなんですけど。そう、メルのサンリオ可愛い覚えだがカラオケに入ってる。嘘でしょ、知らなかった私も。それは知らないや。え、歌おうかな私も。何回か聞いたこと、一応歌えるっちゃ歌える、あの歌詞とか覚えてないけど。そう、皆さんもね、まずあのちょっと調べるのがあれだなって思ったら、あのウィッシュミメルちゃんが歌ってるメルのサンリオ可愛い覚え歌をまず見ましょう。いっぱいいるから、もうキャラクターいっぱい紹介してるからね。そう、まあそれだけじゃないけど、まだまだいっぱいいるけどね。そう、ぜひ見てください。なんかね、サンリオの話すると 3X を調べたくなるよね。みんな 3X 知っとる？まあ、知ってんのか知らないのかは分かんないね。そう、そう、 3X にもいろんなキャラクターがいるんですけど、例えばリラックマとかすみっこ暮らしも 3X です。そう、んキャラクター一覧を知りたいのが全然ない。ああこれか。そう、多分ほっぺちゃんと 3X だっけ、私が知らないだけかも。いつの間にあの子 3X になった？うわ、ちょっと懐かしいメンツいっぱい。そう、いっぱいいるよみんな。 3X のメルマが撮ってる。あ、そうなんだ。サンリオと 3X は全然別です。うん、全く一緒じゃない。なんか姉妹会社とかそんなんでもない。姉妹会社とか言わないかそう、グデ玉がサンリオなの以外。え、本当にそれ、私グデ玉最初 3X だと思ってて、あのでそしたらなんか一回何かの時に、あの東京に来た時にピューロの、あのポスター飾ってた時、そこにシュエットグデ玉いて、え、この子サンリオだったのってめっちゃびっくりした。でちなみに 3X で知ってるキャラはリラックマ、スミッコグラス、センチメンタルサーカス、マメゴマ、靴下にゃんこ、タレパンダ、次の日キャロリー、あとはでも知らない子やっぱいっぱい。綺麗好きん生活も一応は知っとるけどね。あ、でもカモノハシカモも知ってて、うわモノクロブ懐かしい。ソラネコも知ってる、モモブタも知ってる。え、ふわふわケーキを作ったよ、知っとるか知ってないかちょっとわからん。めっちゃ微妙な位置、そんな子おるんっていう話ないけど、そんなすごい微妙な位置あることないでしょみたいな。みかん坊やツイン、うわ難しい、ツインエンジェル、甘栗ちゃん、ももパンダ、ももパンダ懐かしい。え、にゃんにゃんにゃんこもめっちゃ夏、うわかわいい。そう、こげパンも知ってるよ。そう、そんな感じ。あ、え、ワンワンワンコ、この子 3X だったの？マジか、知らなかった。なんかね、どっちかって 3X の方がプロフィール帳のグッズがよく出てる。なんか 3X はめっちゃ文房具めっちゃ出るんですよ。そう、私のイメージね、これだから靴下にゃんこも文房具持ってた、センチメンタルサーカスもリラックマも持ってたし、豆ごまも持ってた。豆ごまってちょっと言いづらいんだよね。
うん、なんか文房具は絶対売ってる。そう。うわ、ふわふわケーキを作ったような、この感じめっちゃわかる。わかるって何？きりみちゃんはサンリオ。そう。きりみちゃんはサンリオ。ぐでたまもサンリオ。でもそう、ちょっときりみちゃんも私最初ね、なんか 3X だと思ってたんでね、わかるよ、だから、そう。うん、なんかめっちゃ文房具が出てるイメージが強い、私の中で。そう、3X は。しずくちゃんは、展開はいろいろされてんのかな、今って。わかんないけど、しずくちゃんは 3X ではないんですよ、多分。もともと絵本。え？え？って言っちゃった。そう、しずくちゃんは 3X じゃない。あ、でも、なんかあの子 3X じゃないんだ。そうだよね、絵本出身だよね。そう、しずくちゃんめっちゃ読んでて、小さい頃、まず小学生の頃とかもみんなしずくちゃん読んでたよ。みんな読んでて、私もめっちゃ集めてて、そう、めっちゃ読んでた。おとぎ話の話めっちゃ好きです、しずくちゃんは。うるおいちゃんの白雪姫の話とかはめっちゃ好き。そう、モノクラビッツめっちゃ可愛くない？可愛い。そう。懐かしい。うわ。そう、サイクスは絶対文房具なんだよね。そう、うん、喉が鳴ったわ。そう、まあそっからまあその文房具だけじゃなくて、ぬいぐるみ出たりとかしてるけどね。リラックマスみっこ暮らし、センチメンタルサークスあたりは。そう、あ、びっくりした。 センチメンタルサーカスのサイト行ったらさ、めっちゃゆるふわ感が出とって、知らないって思ったら、そういうことね。そう、センチメンタルサーカスは私中ちょっと小6中学生ぐらいの時にハマった。え、衣装とかあるの？めっちゃ可愛いじゃん。いやー、可愛いんだよね、センチメンタルサーカス。そう、可愛い。いやー、コラボカフェとかあったんだ、かわいいな。で、私は割とね、靴下にゃんこのね、靴下にゃんこと豆ごまあたりのね、文房具を持ってました。懐かしい。やっぱかわいい、靴下にゃんこかわいい。そう、え、待って、アフロ犬も知ってるわ。懐かしい。かわいい。すみっこ暮らしはね、一個も持ってない。いや、すみっこ暮らしがね、なんか流行ったのが私なんか中高生ぐらいの時だったんだよね。でもすみっこ暮らしは一個も持ってないね。そう。
ノルッチめっちゃかわいい。ロッシーもかわいいんだよね。靴下にゃんこかわいい。でも知らない子がいる。知らない子がいる。この子は初めて見たよ、バミちゃん。あなたは初めて見た。ノルッチとロッシーはわかるけど、あなたは初めて見た。こんな感じです。そう、靴下にゃんこは靴下を履いてる猫です。そうだから黒猫なんですけど、白い靴下履いてるんですよ。そう、あとくしゃみが出そう。ヒュンヒュン出ました。そう、友達でね、すみっこ暮らし好きな子いるんだよね。なんかすみっこ暮らしたまにびっくりするキャラクターいるんだよね。たまにっていうか、そう、え、この子そんな名前なのみたいな子がいて、誰だったっけあの子。そう、プロフィール、プロフィール、え待って、そう、例えばね、そう、ほこりちゃんがいるんだけど、私普通にびっくりして、タピオカがいるんだけど、嘘でしょ。あ、しかもこの子とんかつなの、モグラだと思ってた。マジか。そう、なんかすみっこ暮らしってさ、私最初動物だけかと思ったのに、全くそんなことなくって、そうなんかほんといろんな子がいるねって思って。何、ペンギンかっこ本物とトカゲかっこ本物がいるの、どういうこと。あ、やっぱあなた恐竜なんだ。なかなか、なかなか設定が重い。あら、そうなの、みんな。なる。え、なんか設定が、設定すごいね。え、待って、すみっこ暮らしってこんなに設定あれなの。確かにそりゃすみっこだわ。え、なんかすごい感動した、めっちゃ感動した。そう、え、すごい感動してる今。嘘でしょ。すごい寂しいね。なんか寂しいっていうのはなんかまあね、私が勝手に言ってるだけではあるんですけど、そう。え、なんかもう、え、そっか、みんな大変なんだね。うん、なんかみんなもすみっこ暮らしの見てみてください。なんか、え、設定が予想外。あなたたちもただ可愛いだけじゃないんだね。ちなみにリラックマはね、なんかそう、リラックマはなんかちょっとね、今日鼻の調子悪いんだよねっていうか、そう、鼻の調子悪くてね、すごい鼻かゆいんだよね。そう、リラックマの最近なん茶色いコグマがめっちゃ可愛いんだよね。うん、マジで可愛い。そう、茶色いコグマが可愛い。茶色いコグマ可愛い。でもリラックマね、小学生の頃めっちゃ好きだった。でもコリラックマがね、結構好きだったし、そう、ぬいぐるみ持ってた。でもちょっとね、茶色いコグマぬいぐるみちょっと欲しいぐらいには可愛いんだよね。そんな感じです。どんな感じなんだっていう話なんだけどね。そう、さて今が48分か。あと何の話しよう。
水飲むね、ちょっと。泣いてるのかと思った。違うよ。なんかちょっと鼻がね、調子悪いんだよね。そう、何の話しますか皆様。黙って指ハートをする人やばすぎ。はーい、はーいじゃない、全然はーいじゃない。限定品は好きっていうよりかは、でも限定品には割と弱い、噛んだ弱いタイプの人間ですね。そう、そうね。でもそう、限定品はね絶対チェックはする。そうだね、まあ、なんか受注生産のやつとかもめっちゃね、そう、まあもう限定品だからさ、それもそう、なんか限定何点とかめっちゃ気になるタイプですね。つい買っちゃうタイプですね。そう、なんかイベント限定とかもね釣られるタイプの人間です。すごい、タブレット見てたら愛媛ツアーの時のレッスンの動画が出てきた。そう、どういうのかって言われたら普通にみんなが踊ってるやつ、普通にみんなが踊ってるやつって、そう、ご当地限定は、うわーどうだろう、ご当地限定か。でも買っちゃうかも、可愛かったら。そう、ね、ご当地限定でもそうだね。なんか靴下はね見ちゃうかな、あのご当地限定の。だいたい空港に、まあ、キティちゃんのご当地限定の靴下とかキーホルダーとか置いてるんですけど、靴下はねちょっとついつい見ちゃうんですよ。今日の靴下沖縄で買ったやつだもん、キティちゃん。そう、キティちゃん、 C さんのキティちゃん、これいつ買ったかな、多分一昨年のあのいとこの結婚式行った時です。そう、ご当地限定ポッキーを食べたことない。なんかハイチュウとかあるけどね。そういえば私の好きなあのグミは今も売っているのだろうか。
なんていう名前だったっけ。あれ合ってた、プッチョグミだったわ。プッチョグミって今でも売ってる？あ、売ってる？のかな。うわ、久しぶりに食べたいな。そう、プッチョグミ。あ、普通に売ってんのか。うわ、食べたい。プッチョグミめっちゃ好きだった。プッチョグミも結構ご当地限定なかったっけ？あったと信じてるんだけど。今ってこのぶどうしか、あ、ソーダもある。え、美味しそう。グミになるのか。何味があるの？あ、ぶどうとソーダしかないのか。難しい。え、プッチョグミ食べたい。そう。そう、めっちゃ好きだった。グミがね、割と好きで、果汁グミをよく食べてました。そう。なんかいろんなの売ってるね、ここも。あ、お札どきっていう、なんかお芋のチップスがめっちゃ美味しかったんだよね。この前初めて食べたけどめっちゃ美味しかったです、それが。そう、くしゃみです。ごめんね、なんか、いや、出ない気がする、これは。ヒュン、出たわ。コロッケのまんまとか美味しそう。なんか今日よくね、くしゃみ出ますね。そう。アレルギーかな。ちょっとわからないですね。ちょっとわからないですね、つって。そう。ね、まあ今日めっちゃキャラクターの話をしたんですけど、そうね。じゃあ最後にディズニーの話しようかな。それでディズニーに行く。コメントもあったからね、だいぶ前だけど。でもディズニーもいっぱいいるよね、それこそ本当に。そう、私ディズニーはね、なんかそんなにすごい見てるわけじゃないからね。そう、キャラクター名で言うと、え、いっぱいいる、もういっぱいいる。あ、もう全然いっぱいいる、すげえいっぱいいる。カンガとルーは一緒なんだ。まあでも親子だからね、そんなもんなのかな。ちょっとびっくりだ、カンガとルーが一緒になってる。まあでもディズニーやっぱね、知らないだけにいっぱいいる、いっぱいいる本当に。でもそう、あなたそんな名前なの？っていう子がいっぱいですね、本当に。あれ、バンビってこんな顔してたっけ？
あ、なんか変わった、なんか絵柄が変わった気がする。あなたそんな名前なの？やばくない？やばくはない。いっぱい、あ、ライトニングマックは、あ、でもルーはルーで出てる。え、じゃあカンガは、カンガとルーでどうして、お、謎だね。でもいっぱいいるね。みんな好きなキャラクターいますか、ディズニーに。私はいます。私はいますって。そういえば最近ね、クルエラ、あの映画が始まったよね、実写の。101匹ワンちゃんにこんな人いたって言うとあんまり覚えてないんだよ。まあ、101匹ワンちゃんをね、見た記憶があるんだけど、その記憶すらも合ってるかどうかが怪しいっていうところが私にはあるんですけど、そう。ミッキーとミニーどっちが好きですか？どっちが好きとかないね。そう。あ、ミッキー好きな人いますね。私はね、アナとアリス好きだけど他にもいっぱいいますよ。ハンクも好きだし、マックイーンも普通に好きだし、だってそう、ジュディとニックも好きだし、プーさんも好きだし、そう、クリストファー・ロビンも普通に好きですし、いっぱい好きなキャラいます。そうです。そう、101匹ワンちゃんね、見た記憶はあるけどマジで覚えてないんだよねって、もう一回言います。2回言うからね、私はいつも。はい、ということでね、じゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読む前にギフトを読みます。ランキングを読もうとした普通に、はるにゃんさん、かわいい、アーティさん、アイス、玉国さん、ロックミュージック、アーティさんがだるま、玉国さんがウェディングローズ、ありがとうございます。アーティさんはだるま100個ありがとう。はるにゃんさん、ウェディングローズ、桃の天ぷらさん、ロックミュージック、玉国さんがハート、ヘコミンさんがレインボースター、プレジョンさんがダルマ100個、ありがとう。マッツさん、ハート、玉国さん、バラ、ありがとうございました。じゃあランキング読みます。13位アーティーさん、12位プレジョンさん、11位モリモリポックンさん、10位タクトさん、9位飯田ひろゆきさん、8位ヘコミンさん、7位ジョークスノーさん、6位テツさん、5位カラスのカーコさん、4位ハヤちゃんさん、3位ロミツさん、2位夏目さん、1位が玉国さんでした。はい、というわけでね、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい。またね、ありがとうございました。またね。